悲しい声で帰ってゆく何百という白鳥を見送ると、薄明の中から太陽が顔を出し、あっという間に雪を溶かしていきました。津軽に暮らして27年が過ぎようとしています。白鳥と一緒に帰りたい。思いが星の道しるべのように私をいざなう。川を遡り、人、道に導かれて参りたいと思います。畳一畳あれば十分。内と外、人と自然の出会う場の誕生を願う。
雨を見ている。太古から生成を養っている森と私の距離がなくなるとき、私という死んでいる生き物の記憶がよみがえる日、鳥になった、蛇になった、魚になったよ、お月さん。体に帰る日。今ぐらいの時間のね、光がとってもね、綺麗なのね。
はい。今日はね、庭とこの赤い大好きな万葉の時代からもう古いその植物、植物って庭とこって木があってそこに植わってるもので、あ、光が差してきました。庭どこどこから来たの
庭とこよどこ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 で歩いてきたよどこよよいどこ庭どこ庭どこよ。Hijikata Tatsumi.9歳の時にお母さんが急性骨髄性白血病という病気でたった7日間で死んでしまった。取りすがることもできず血の海の中でもがいているお母さんを助けることさえもできず、当時はモルヒネのない時代で断末魔の命、最後の叫び声が聞こえた。私の武闘との巡り合いはこの時から始まっていたんですね。不思議なことに土方辰巳も大野和夫も亡くなったけれども、いつも生きている。すべて静かな家の中、ひんやりと冷たい光を紡ぐ御瀬さん、無数の感覚。42歳の時に塀の辻を歩いている時に突如として思ったの。人の親になってからね、3人の子を残してたった7日間で死んでいく母親はどんなにか苦しかったろう。初めて滝のように涙があふれ出ました。お母ちゃん先に死んじゃったよって恨んでたんだね。それからは良い意味で苦労の連続ですよ。生きることの素晴らしさ、大変さをお母さんのお腹に戻ったみたいにして、谷あり山ありで大変ですよ。
今思えば舞踏と巡り合わせてくれたの。私のお母さんが。そうやって必然のようにして、大野和夫に出会っていくの。私の舞踏のお母さん、大野和夫に。青森のある彫刻家が、ゆきさんにとってお母さんの死は奇跡だね、と言ってくれた。その時にも滝のように涙が溢れ出た。泣く時はそうやって滝のように泣くのが一番ですよ。今日この映像の記念すべき日に、偶然お母さんの60年目の命日にあたりました。即興で全て踊ってますけど、必然の種が偶然という風に運ばれて、結果として待っているんですね。死ぬ時と生まれる時って記憶がないでしょう。井戸の底の深い、深い、さらに宇宙の裏側のどこかに、同じ入り口があって円環している。ぐる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 回っているの。生まれた時を火だとすると燃え尽きた時が死なの。火と時、命の火と命の火。母の60年目の命日です。今日は。
3月、残雪、風が吹いていた。水のような空の彼方から白鳥の声が響き渡る。白鳥が帰るよ。気高く白い V 字型の風の姿。悲しみが空の彼方から伝わってくる。縮こまっていた冬の体に染み渡るような春の声が。こう、こう、こう。